アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、皆さんこんばんは。くぬぎあきよみ役駒田わたるです。皆さんこんばんは。ラビッツ真城智也役ひるましゅんやです。皆さんこんばんは。同じくラビッツ篠はじめ役高坂智也です。そして皆さんこんばんは。おナイスアルネブサンダー役鈴木亮太です。おーよっ、そういう感じなんですね。ナイスアルネブって言うな、アルネブって言うな、ナイスって言え、アルネブって言うな。ここだけ取るのないですから。言われたくはない。自分でつけといて、ピックアップされないとこ行ってやつ。真ん中のそうです。ナイスピー、賑やかな回になりそうだ。楽しそう。どういうバランスのラジオ。いや本当にびっくりしてる。え、これは何の意図もないのかな。なんだろう、なんかあの、だって別にオーディション編関係ない、まあ、先に言っとこうと思うんですけど、はい、我々私とフェアリー出てないですよ、オーディション編に。そう、じゃあごめん、スケジュール間違っちゃったかな、はい、いや真面目にそうかもしんね。動き映ってね、映ってないのに、出てはないんですが、ないですが、はい、ナイスピーがラビッツの大ファンだということ、はいはいはい、出てきた。それね、そんな力で許されるんですか。そんなナイスピー権限。おお、そんな知らないキャラ、知らないセリフ、知らないセリフ。ナイス、生ナイス、生ナイス。あ、そして、あれ、そして見てこれ、本邦初公開らしいじゃん。初公開。見たことない。あ、寄ってきた。俺がふわふわ清美だ。お。ふわき。あきやん。そちらも本邦初公開なのだよ。あ、そうだね。我々二人が実家。あ、確かにずっとそれでも。確かに、まあそれでもいいか。かなり、ね、カメラ映えはしてる。どういう素材かよくわかるもん、ね。今のカメラすごいですね。ピントがすぐね、こう。確かに、ね、かった。近づけてもいいんだ。ナイスですね。いいです。ナイス。かわよ、かわよ。はい、警察に、今日は警察にナイスをやっていこうと思います。いいですね、警察にやってってくださいよ。まあ何個かナイス出たとこでね。あ、そうですね、出たところでいいですか。アンスタメインストーリーオーディション編、はいはい、まあね、こちらをナイスに盛り上げていく番組でございます。アンサンブルスターズ4ピースラジオ、略して4ラジ。これが4ラジか。お願いしますよ。まあ、改めてこの4人で今回お届けなんですけれども、はい、まあ、ナイスピー、まあ、加入されてからというか、はい、まあ、このメインストーリーに加わってきてから結構まだまだニューフェイスですけど、はいはい、うん、どうなの。おう、どうなの、どうなのよ、どうなの、から、はい、気持ちはナイスなの。なんかどういうこと。ナイスなのチープになるな。ナイスじゃないですってのあるっすね。逆にいやでも本当に反響がとんでもなかった。あ、そうなんですね。でなんか僕もうこのポジションやっていいのというか、プロデューサー側でいいのみたいな、そういう気持ちもありつつ、でもやっぱこの新しく始めの9周年のメインイベントといっても過言ではない、このストーリーを盛り上げるべくですね、僕も奮闘しております。楽しくやらせてもらってますよ。すごいいいキャラだよね。ねえ、キャラが立ってますよね。ねえ、盛り上げるに適した。ね、登場からすごいキャッチーでしたけど、はい、そしてなんだろう、あの衣装、衣装ねあの色、そう、なんかナイスって書いてんだよね。そうなんです、ね、英語でナイスって書いてある。虹色スーツ、虹色で。告知の CM の方でね、あの大々的にも結構何発か出てたじゃないですか。はいはいはい、はい、あれも結構インパクトありましたね。なんか暗がりから勝つナイスの登場とか。何これだいぶ、ね、実写でもいけそうだけどね。ちょっとごついかな、亮太。なるほど、ね、ちょっとごつすぎるかな。そんなにそういけるいける。あ、確かに胸が熱いな。あ、ほんででかいな今日。なんかでかいな、ね、でかい人がね。なるほどね、多いよ。確かにあの手前に、手前でかいの奥でかいので、こうなんかちょっと若干パースくるい。よかった、分けてくれて。確かに並んじゃうと確かにね、ちょっと歪むもんね。細でかでかな。音はいいけど。まあ今日はラビッツの2人がさ、まあナイスピーがあの好きだぞということで来てて、
まあ、でもやっぱりラビッツ2人だけだったら心配だからっていうね、お目つき焼けで食ってお目つき焼けどうしてどうして、これ動画なかったら本当にもう価値半減だよね。バサ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 って、やめろやめろ、見てくれてよかったよ。動画なくてもこうだからね。まあそう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 、お目つき役で、あのまあ誰かが暴れたらたしなめるように。でも早速早速止めてくれるんですね。誰暴れんの。やべえ、これ止めねえな、これ多分止めなくてもいいか、せっかく映像あるからな。そうですね、これ今おもろいからな。まあもうさ、でもなんか今日初めましてゾーンいる。うん、でもお会いしてるよね。そっかそっか、見せしてるからね、うん、久しぶり。僕はあの、ひるまさんとりょうたくん初めましてだったんだよね、はい、多分ねみたいなあるね、多分ねって言ったりある、ある、すれ違ってとかあるからね、可能性はあるんですけど、がっつりこう、そうですね、そうそうそう、初めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。このりょうたくんっていう呼び方がなんかちょっとうんってなって、あ、うん、そう、さっき確認した。りょうたくんって呼んでいい、どう呼ばれ、そうそう、丁寧なやりとり、すっていう話もして、あ、そうなんです、ね、スッって呼ばれてるんですけどね。ちょっと分かりにくいからりょうたくんに呼ぼうかなっつって。ありがとうございます。まあ、この呼び方が最終的に変わるのか、うん、このままより親しくなってのただの呼び方になるのか、うん、それあるあるよね、そういうのもあるからね。さあ、どうあるんでしょうか。それではね、早速始めていきたいと思います。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、アイドルに挑め。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、さあ4ラジ第5回目ですが、ズバリ高坂さん、いや高坂先生、先生なんで、え、早くなかった、ごめんごめん、台本に書いてあるから、フライングしたよね、違うよ、早かったよね、フライングリアクション、いや何がズバリなのって思ったわけじゃん、やめろよ。えズバリの前からちょっと反応だよ、ね、ごめん、一番やってる僕ですかの今ごめん、可愛かったね今ね、はい、ズバリ高坂さん、なんだよ、はい、これまでのオーディション編いかがですか。なんで高坂さんなのって思うけど、ね、でもそのやっぱずっとアンサンブルスタース一応追わせていただいてるんですよ、はいはい、でまあ詳しい、そう、最も詳しい、そうそう、いい、それはいい、過言よ、専門家だ、過言よ、過言、過言ナイス。でもその使っていく、いいとこいる。でもノルマ達成、なんだろう、アンサンブルスターズさんやっぱたくさんのアイドルがいらっしゃるから、はい、まだまだこの2人の絡みって見たこと少ないなっていう人もいるの。確かに確かに確かに。で、確かに、そのビックリマークが増えてから結構ユニットごとのお話が多くて、うん、ユニットの垣根を越えた話ってそんなに多くなかったのね。なるほどね。その中今回ってほら個人戦だから、そうなんですよね、だから今までこう会話とかあまりしなかった、うん、絡みが薄かった子たちもそこで絡んでて、確かに確かに、また、ね、うん、そうでしょうでしょう、前編通してなんかそのペアというかさ、そうそう、ペアだね、この2人2人っていうのが、ね、そう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 、濃く書かれてたよね、ね、瀬名泉くんと、ね、ね、響き渡るくんとか、あそことかすごい濃いペアでさ、子、ね、が強い2人の話とかだったから、ね、ぶつかるよねそりゃみたいな、ね、そりゃそうよね、え、見たかったペアみたいなのが昔からいて、うんうん、それが実現したみたいなの今回ある、いる、いるんじゃ、そういう方もいるんじゃない、やっぱり、まあそういるよね、いっぱいいる、でももう正直全ペアそうって感じなくらい新鮮な絡みがたくさんあった、うんうん、ああそうですか、うん、まあ、確かにあのみんながユニットで活動してるものが多い中で、うんうん、個々人になった時にあの悩みとかさ、うん、その時のストーリーの時に出てくる葛藤があるじゃないですか、うんうんうん、まあ、そこに対するアプローチ当然僕くぬぎ先生も、うん、あの、うん、あるんですよね、うん、今回も、うん、あって、うん、あなるほどみたいな、確かに学園ね、もう結構前になるかもしれないけど、うん、夢の先学園の時に悩んでた、うん、あの個々人が抱えた悩みとかっていうのと、うん、まあ、全然やっぱ質が違ってて、うん、まあ、うん、ナイスが外部からその、はい、やってきた、うん、で開催する大規模なオーディションで、うん、形式が全然違うっていうのが、うん、まあここまでスパイスになるんだなと。そうだね、確かにそうですね、なんか審査員側から見ていても、うん、やっぱ今までのそのグループにいる時の見せ方と個人になった時の見せ方をどう工夫するんだい、うん、君たちはっていう、なんか、その、それを引き出してあげる側でもあると思うんで、なんか結構鋭いこと言うのよな、ね、そうそう、なんかナイスとか言ってパーリーピーポースタイルじゃないですよ、大体なんか優雅に歩いてってさ、各会社、うん
それはノットナイス、それナイスみたいな感じのキャラかなって思ってたら、なんかすっげえちゃんと細かく、そうね、分析してるんです、ね、一人一人に対しても、ね、ナイスピーがすごくあのアイドルのいいところを見つけるのも上手で、一番最後のなんだろう評価をするところ、はい、でちゃんとこうアイドル一人一人を見ていいこと言ってくれるから、やっぱりなんかこう、まあ、一応僕あの一応出演してるけども、一応プロデューサー目線でストーリーを追いたいからですよ、プロデューサー目線でもいいこと言ってくれるじゃん、確かに怒ってるじゃん、ナイス、あの回すのとかもうまいよね、じゃうまいよね、せいやさんはどう思ってるちゃんとね、あの一人一人の意見をなんかバランスよく聞いてく感じ、ね、あれうまいなと思ったけどね、やっぱ司会なんだろうな、そうだね、司会 MC が、まあ、名プロデューサーなんですけどね、うまいなと思って、これねちょっと変な話なんだけど、アンサンブルスターズの新しく出てきた登場人物って、うんうん、なぜか一番最初ちょっと一番その人の印象悪いところから描かれがちなの、なるほどね、なんかそうね、くなぎ先生もさ、やめろやめろ、最初いや本当にひどいことばっかり言ってて、ね、ひどいこと言うよね、秋やん、だいたいさ、あのいただく資料を見てさ、はい、こちら演者側からすればね、すべてあのしっかり咀嚼した上でさ、あの言葉にしていくじゃん、俺結構幾度となくこんなに強い言葉を言って大丈夫なんですかって聞くぐらいすごい冷たかったの、なんかねグズは嫌いですね、そう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 、あのここ教育機関ですよね、あの文章の中に来る丸がさ、もうなんかもう強いハンコなの、嫌いですドーンドーンみたいな、君あなたはそうだからドーンみたいな押し付けていく感じ、なるほど、無知が強いんですね、めちゃめちゃ強かった、まあだいぶあの、まあ、ストーリー進むにつれて、ね、やっぱいい良さとか、なんかその可能性を見出してきたことによってすごくあの、ね、まあ、理解が深まって入愛になってきたんだと思うんだけど、ね、本当最初のでもね、そうやってみんなそうで、アンサンブルスターズさんってなんか最初みんな、なんだこの人はって言って、私この人好きになれるかしらみたいなところからちょっと始まりがちなの、でも、はい、もう知ってるからアンサンブルスターズのことは、どうせみんな俺大好きになっちゃうんだろうなって見てるんだけど、ナイスピー最初から割と印象がいいのよ、そうだよね、本当に、いや印象良くない、だからウーファー見ながらナイスピーいやいやいや、圧強ないって、それは俺のせいだじゃんそれは僕のせいです、それはすいません、そうやってたっていう、そうです、うん、でもこんな褒めてくれる人、なんか最初からあんまり珍しいから、だから裏があるんじゃないかってちょっと思うよね、なんか企んでんじゃない、そうなのそうなの、そのさ海外から来たってのもちょっと怪しいじゃん、怪しい怪しい、何を思ってっていうのは、まああるじゃん、イエスとのっていうのはあるけど、実は何かこうまた何か企画というかあるんじゃないかなっていう、そこがまだまだ分からなくてね、セリフで英語喋ってないんでしょ、あ、なんか英語の、そうね、英語って出てきますよね、でも英語出てくるけど、うんうんうん、でもナイスしか言ってないじゃん今のところ海外線って嘘なんじゃない、一応日本人でしかもナイスも別にネイティブ感出してないし確かに、ね、確かにナイス言ってないんですよね、司君にいい発音だねっつって、うん、とは言ってるけどそういうとこだけで、ね、そうそうそうなんですよね、分かってはいるんですけどね、だからね、そのナイスの動向もちょっと、うん、確かに気になりますね、どうなるんですかね、まあ、今回オーディションも、うん、まあそのじゃあオーディション開催してドーンじゃなくて、はい、一応なんか会場という形で分かれてるそうなんですか、はいはいはい、第1第2第3第4会場、面白いよね、まあこの闘技場の第4会場を終えたところだと思うんですけど、はいはいはい、どこの会場が熱いですか、全部熱いけどね、まあね、まあ、じゃあ人間ドラマなとこあるじゃないですか、どんなのが繰り広げられてるか、ね、うん、うん、どうだった、全部そうだけど、俺やっぱ総計と、うん、第3会場総計とのやっぱり兄ちゃんいたとこかな、兄ちゃんいたとこ、うん、あのあそこっても初めからペアっていうことで、はい、うん、もう分かりやすく2人協力だったんだけども、うん、兄ちゃんとヒーロくんがなんだろうな、2人のこの初めて息を合わせていろんなことをするけど空回ったりっていうところもすごく新鮮だったし、うん、やっぱりまあその響渡るくんと瀬名泉くんがどんな風に関わっていくのかっていうのは大きな見どころだったなと思ってて、いや叫んでたね、叫んでた、やっぱりこう努力の人である瀬名泉くんと、うん、天才すぎるがゆえに孤独を感じてる響き渡るくん、うん、この2人のやっぱりてか、まあ、
響渡るくんがちょっと孤独を感じて実力を発揮できない回っていうのはだいたい神回なんですよ、うん、あ、いや濃かったね、濃かった、やっぱり響渡るくんがね、響渡るくんってすごいもう才能の溢れてる子だから、うん、昔から他とは違う実力を発揮しすぎて、もうあ、なんか自分の住んでる世界別世界みたいみたいなね、孤独を感じてる人だったのよ。そこをね、あの H 君がこう引き止めてくれたり、真城智也くんがこう髪の毛の先っちょを掴もうと頑張ってくれたりして、こう、あ、自分もこうやって人に必要とされてるんだってつなぎ止められているところに、また一人、ね、瀬名泉くんっていうすごい努力して人を、はいはい、魅力する才能を持っている人から感化されて、どんどん見ました、開花後のスチル、もう響き渡るくんのスイッチが曲がった、いやいや、あの顔よ、しっとり語るターンじゃなかったね、はい、ごめん思い出したね、思い出したね、ボリューム大丈夫だった、そういったところがなんかバーが開けえな、大丈夫大丈夫か大丈夫か、ごめんごめん、本当だわ、多分ずっとかもしれないですね、ちょっとはまれる、そうっていうところかな、ね、確かに、あの、まあ、まあ素人も演じる、まあ、僕からすると、うんうんうん、その響先輩のなんだろう、私が本気を出してしまっていいのでしょうかみたいな、ね、ところ、ね、なんか何その悩みみたいな、いや、そうそう、かっこいい、強っ強みたいな、いつの日か手加減するようになってしまった、なんかやっぱ壊してしまうんじゃないかみたいな、化け物、怪物の悩みみたいな、力がありすぎてね、力を入れたらって、ね、あーって、でもそれってやっぱり、うん、そういう悩みって自分はあまりないけれども、うん、あ、なんかそういう人の悩みをこうやって触れることできるストーリーだったなっていう、うんうん、確かに確かに、ね、あと春川くん、あの第4会場の、うんうんうん、自分ばっかの話大丈夫、ごめんね、めっちゃ面白い、本当によっかそう言ってもらえると闘技場でもね、春川空くんってあの、うんうんうん、人とかの感情とかを色に置き換えて変換されて認識していて、ね、色によって感情とかが分かるっていう子なんだけれども、うんうん、それがなんか知らんけど急に見えなくなっちゃって、うんうん、未だになんでって思ってるんだけど、うんうん、なんか知らんけど、それであのやっぱ春川くんもその自分が人と違うものを見えてるってことでやっぱり孤独を感じていた子だったのね、うん、響先輩とはまた違う形で、うん、その子がいざ色が見えなくなって他の人と同じになった時に、うん、あの普通になれたはずなのにすごい不安があってるんだよね、うん、こういった今までの春川くんが、うん、あの抱えてこなかったような不安や悩みが表現されてて、春川くんのこんな姿初めてって思って、うん、もう目が離せなかった、見ました、バーが赤くなっちゃうから、開花前の春川くんのあの悩みの顔見ましたなんかでも学園の時に見ていたストーリー展開とかよりも、うん、なんかリアリティがあるというか、なんかやっぱみんながさ、あのもう、まあ、当然だけどさ、まあ、コンテンツとして見たらもうすごい子たち、魅力的なものしかいないのだけど、うんうんうん、それをさっぴいてもなんか悩みがさ、それこそなんか持ってたものを失うとか、うん、できたものができなくなるとかっていうので、うん、抱く感情とか意外と社会人普通に我々からしても時々感じるところもある、共感できるところもあるからこそ、わりかしストーリー分厚いけど、なんか思わずのめり込んでしまう要素はそういうところにあるのかなとも思っちゃいますね、はい、なんかだからそれこそ始めたばっかりの頃と始めてみていろいろ経験した後の悩みって、まあ、我々も全然違くなってくるじゃないですか。だから結構このオーディションを開催した意味がもともと所属してる子たちにもあったなっていうのはすごく感じるんですよ。あ、それで一個いい、その、はい、聞きたい、聞きたい、いや、みつるがさ、いや、そういうの悩み少ない感じするけど、うんうん、今回めっちゃ頑張ってなかった、頑張ってたね、お兄ちゃんしてたというか、それ結構引っ張る側をやってたって いっぱい動いてください、いっぱい動いてください、映ってますね、やっぱそこに目つけちゃうよね、みつるとか見ちゃって、その最後とかなんか、みつるとかがなんか活躍してるところ、わかるわ、とかがあって、その冷静になんか一番みつるが冷静みたいな、ね、とことかって、くぬぎ先生にも褒められちゃったよね、周りが見えるようになりましたね、それ感動しちゃった、成長とかもなんか見れてめちゃくちゃいい、ね、うん、新しくあのニューフェイスの5人が入ってきて、はい、結構そこって
あの見どころだと思ってて、うん、今までその下級生と呼ばれるような、うん、まあ、今成長して3年生ですけど、みつるくんは1年生の時ってどうしても、ね、うん、みんなの後輩ポジションというか、うん、まだまだみんなから指導してもらう立場だった子たちが、うん、あのニューフェイスの5人が入ってきたことによってお兄ちゃんしてる姿すごい見れるようになったなっていうのを、ね、やっぱ最近の大きな見どころだなって思っている、ね、こういったオーディション番組とかだとそういうのが入るよね、うん、ねえ、ラビッツからはナズナとみつるちゃんが出てるわけです、はい、そうでした、うん、本当に活躍してたよ。みつるくんさっきちょっとやっぱ CM あの途中でさ、うんうん、会社 CM であーってダッシュで俺も話すんだぜって言ってきてさ、うん、みんなってあの料理の味はみんなに教えられないけどって言ってみんなを笑顔にするパフォーマンスするからっていう後にさ、ほらライカちゃんも歌ってっつって、うんうんうん、後輩の出番を作ってあげてると思って、ね、感動したよね。この動き映ってないかな、どうかな、よかったよかったよかった、ねえ、いやもう語り足りないですけどもね、正直語り足りないね、もうね次行ってくださいって言われてるんでごめんなさい、はい、行きましょうかね。そんなオーディション番組4ピースの最終回ですが、なんとリアルイベントアンドアンスタチャンネル無料生配信でお届けするそうです。わお、何なんだって、リアルイベントってどうなんですかね、どんな感じ、ナイスですね、ナイスの方使ってるね、待ってたかな、アイドル界の未来が変わる、ナイスな瞬間ということで楽しみですね、はい、はい、11月9日の正午に、リアルでは、池袋晴れ舞台で開催し、アンスタチャンネルでも生配信されます。その後18時20分から池袋サンシャインシティ噴水広場にてファイナルセレモニーを受けてのステージも開催予定ですので、ぜひ一緒に盛り上がってください。うわー、ステージもある。さあ誰がナイスドリームユニットに選ばれるのか、ついに、そうか、ここでか、どうなるんですか、こう動きたい、どうなるんですか、ナイスですね、あ映っちゃった、これ切れないって言ってたからね、すごいな、面白い、本当に楽しみですね、はい、はい、じゃあここからは皆さんからたくさん今回もお便りいただいておりますのでご紹介していきましょう、はい、お便り、じゃあ私フェアリーから失礼します。お名前ゆかさんからいただきました。ありがとう、はい、私は実装からナイスピーの大ファンです。ありがとうございます。ナイス、ラジオに鈴木さんが出演してくれるのを今か今かと待っていました、うんうん、私は今高校3年生で大学受験を控えているのですが、あ大変だ、うん、勉強の苦しい中鈴木さんのナイスという声を聞くだけで元気になります。一つ質問があるのですが、なんだらい、鈴木さんがナイスピーを演じるときに気をつけていることやこだわっていることがあったらぜひ教えていただきたいです。聞きたいですね、僕らも聞きたい、確かに、そうですね、とかですか、まあ、やっぱベースとしてはとにかくアイドルのことが好きであるというキャラクターではあるので、うんうん、なんか結構厳しいこととか難しい話とかも結構するキャラクターではあるんですけど、うん、その中でもちゃんとそのアイドルたちに向けた優しさなり愛なりをなんとかにじませられないかなっていうので、演じてはいますけどね、感じますよね、はい、熱意というか、そうですね、熱量は特に高い気はしますし、すごい本当にだから使う言葉が面白いんですよね、ナイスピーっていろいろ日本語っていうか語彙力がすごい、本当に海外にいた人なのかっていうぐらい、日本の理解もすごいあるキャラクターではあるので、あとは若干のうさんくささも、あのテンションがね、だからちょっとこの人についていっても大丈夫なのかっていう雰囲気は出しつつも、でも結構一人一人のアイドルに対してズバッとこう確信をついてくるっていう部分で、めちゃくちゃ魅力が面白いキャラクターなんで、そのあたりはだからこそなんか気になってしまうというか、あそうなんかうさんくさいじゃないけど、その、はい、何を持ってるんだろう裏に、はい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 、ずっとなんか考えながら、そうそうそう、うん、読んでしまう感じが、カリスマ性とこう紙一重のラインいってる感じ、いってるいってる、まあ、結果カリスマなんだけどさ、そうなんですよね、見てて楽しいよね、今んとこでも俺すやっぱ本当にアイドルのこと好きなんだなって言って、うん、あのすごく好印象だな、よっしゃ、うん、そうそう、まあ敏腕プロデューサーだからね、そうそうそう、うん、まあついてくりゃいいさ、みんなのあとは大学受かってね、受かりましたの報告でナイスって言ってもらうのが、うん、おー確かに、そうそうそう、ね、
ベリーナイスも出るかもしれない。ベリーナイス、これはついにありがとうございます、頑張ってね。はい、もう一つやろうかな。はい、ではでは次、そば小麦さんかな。ナイス、いただきます。鈴木さん、ひるまさん、高坂さん、小村さん、こんばんは。こんばんは。私はオーディション編からナイスピーが好きになったプロデューサーです。おー、すごい、ありがとう。ナイスピーが生放送で紹介された際、ビジュアル、声、性格が好みすぎたあまり好きだと声に出してしまったことをよく覚えています。オーディション編が始まってからは学業の合間にイベントやストーリーを楽しんできました。いい、ね、ストーリーでナイスピーのいろいろな表情を見ることができてとても嬉しかったです、うん、そこで皆様に質問です。最近皆様がナイスだと思ったことは何ですか、ということです、ね、ナイスだ、ナイスと思ったこ と思ったことナイスね。あ、ナイスと思ったこと。牛丼をさ、うん、牛丼、はい、食べてたのね、お店で、うん、はい、で隣にね、なんかすっげえ寡黙なお父さんと、まあ、息子さんが中学生ぐらいなのかな、うん、なんか丼一緒に食べてたのね。お、二人で食べてて仲いいなと思ったらさ、うん、息子だけずっと喋ってて、うん、お父さんマジで一言も何のリアクションもしないの、うん、俺食べてる最中ずっと本当にリアクションしないの、うん、いやいや、それはとちょっとなんか質問もしてるよみたいな、うん、え、ノットナイスだなとかって思ってたわけ、うん、ナイス、これはナイスじゃないのだよ、心にね、ナイスで、なんかそしたら先輩がいてみたいな、うん、なんか先輩すごい結構なんか口も悪いし、なんかちょっと強い感じの人がいるっていう話が、うん、なんか真横だからさ、はいはい、よく聞こえてた、うん、そしたらなんかその後の話が終わったくだりの後だけお父さん突然口開いて、うん、なんかあったらすぐ言えよ、俺が言うって言ってたよ。おーっ、その一言しか言わなかったのよ、ね、でもそのまま帰、あと帰るぞだけ言ったの、うんうんうん、それだけなんだけど、なんかかっこいいなと思って。いや、その寡黙な人から放たれる重みのある一言ってね、うん、そう、うん、本当になん全部なん今日何やってきたんだろうねって言って、うんとかも言うやつかでも、もく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 ずっと食べてるだけで、その時だけ反応してて、パパ、うわ、ちょっとあれはかっこよかった。背中で見せる親父だ、ね、なんかね、そうなりてー、その本当に必要な回答はちゃんとするんかいと思って、それはベリーナイスだったっすね。出た、ナイス、あれ出た、あれはナイス出た。いいナイスだな、それそんなナイスあるかな世の中に。もうちなみに今日なんだけどね。すげえ。ここ来る前に。さっき仕入れていた。そう、最新、新鮮。新鮮なナイスを。よかったよ。僕はあれですね。現場終わりに行ったラーメン屋がナイスでしたね。うん、おお。新しい感じ。めちゃくちゃ美味しくて。当たりの。ラウドン。っていうやつ。なんかうどんみたいな麺。が入ってる、だからラーメンみたいな、うどんみたいなラーメン、ラーメンのラ、あ、なんかそう何のラだろう、ラウドかなと思って、いや、麺はもともと裸だから、だから裸うどん、それがなんかラウドンで食べる、だからうどんっぽくちょっと醤油ベースで普通に食べるものと、二郎っぽい二郎系ラウドみたいな、どっさり乗ってるやつね、選べるみたいなやつで、もちろん亮太さんはジロー、ジロー、イメージ通りの、安心安心、あ、よかった、よかった、危ねえ、危ねえ、それがベリーナイスでした、ナイス、なるほど、なんかある？でもちょっとさっきのねお父様の話で思い出したけど、うん、あの幼なじみの友達がね最近パパになったの、うん、最近生まれて、最近生まれて、ナイスだ、そうナイス、もうそれもすごいナイスなんだけど、うん、そのパパがねあのSNS でフォローし合ってるから、はい、SNS 見れるんだけど、うん、もうねほぼ毎日ね、あの家に帰ったら子供が俺を見て笑顔になった、それだけで幸せを感じるみたいなこと書いてて、やだもう100万回いいねしたいっつって、あ、1回しかできないのがもどかしい、まあ、確かにナイスだわ、いいね、ナイスでしょ、それはナイス、なったりキャンセルしたり確かに、ね、押したら消えちゃうからね、外すそれはナイスを軽く超えてきたのだよ、ね、消えて超えてきたのだよ、超えてきたのだよ、も出てきちゃうよ、それ聞いて思い出したんだけど、思い出したって言ったらあれかな、妹がいまして、はい、妹に子供が、あら、すごい、それもナイス、ナイス、いや、久しぶりなかなか実家に戻れないから、はい、そのね田舎の方に帰ったら、まあ、生まれていまして、ちょっと抱いてあげてよって、もう初めてなのよ、赤ちゃんを抱くっていう、僕としての初めてだったから、いや怖いから、ちょっとって、断ったんだけど、でも何だろうね、あのお母さんって抱かせたがるよね、
赤ちゃんを。でも分かる、抱いてみてよみたいな、うんうん、もう抱かせて、うん、もう一回抱いたらもうその子の支配下に昼間くんが入るから、そうなのよ、もう妹からしたらもう早くこのお兄ちゃんを私の手駒にしたいってそういうことなの、おじさんをね、おじさんを、だって僕あの抱いた次の瞬間には多めのご祝儀渡してたからなちゃんと自分でくるんできたものに、うん、いやこれじゃ足りないっつって、うわっつって、マシマシのご祝儀を渡してナイスっつって、あそれはナイス、なんだよラウドン、いやラウドンもナイス、なんだよラウドン、なんだよ裸うどんって意味わかんねえよ、いい人たちの話ばっかり、いいな、美味しいものナイスだからね、ナイスでしたね、美味しいいいですよ、はい。はい、お便り紹介ここまでかな、はい、ありがとうございました。さあここで一曲いきたいんですけれども、はいはい、今回まずは昼間さんにちょっとおすすめの一曲をですね、ありがとうございます、いただけたらなと思いまして、はい、じゃあ僕から一曲、いけますね、ラビッツでフォーリンラビッツワンダーランド。僕らの視線が今ちょっと覗き込んじゃった、瞳に瞳一瞬だったなら偶然、名前も知らないままだったんだ、気になった理由が知りたいなら僕のこと不思議なことが起こっちゃうんだって、おいで Falling 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 Love is free、 ようこそワンダーラー、さあスイッチマン、スイッチショータイム始める、キュー、こっち向いて宇宙にさせるけど夢じゃないなんて気づかせてあげるから、 What's the time now?いやーかっこいいですね、かっこいいね、おしゃれだね、ねえ、おしゃれなの、そうなんです、ラビッツの中で、まあ、待望というかね、そうだね、はい、とね、もちろん可愛いユニットだったから、うん、可愛い曲、まあ、ちょっとエモい曲だったりとか、ね、そのストーリー性のある曲だったりするんだけど、うん、その中でも急にこの、ね、良い闇、ちょっと感じちゃう、感じちゃうような、ような曲をちょっと僕らも待ってたんで、ついにね、ちょっとかっこいい曲を僕らもやらせてもらえるってなった時はすごくテンション上がったし、ギャップがたまらんですよ、可愛いなと、そうなんですよ、こういうのもね、歌えちゃうね、やっぱ MV が出た時がすごく嬉しくて、ね、こうなるんだって、そう、MV 知らずに撮ってるからね、そうそう、あれ僕らライブでやったじゃないですか、そっちの方が先だっけ、タイミング MV の、いや、さすがに MV 先、そうかそうか、そう、僕ら後々ね、その MV に載せたいですとかそういうね、オーダーとかもするようになったけど、この曲はまだね、やれてなくて、そうだ ね、 ね、それでだからこれからライブすることになったの、どうなっちゃうんだろうっていうね、そうだから第一期のパフォーマンスとかもすごい気になるし、気になる、やりたい、やりたいよね、っていう、そう、夢があるんですよ、そうそう、まだまだライブでね、うん、できてない曲たくさんある、あるけどね、この曲もまたちょっと改めて、うん、MV にもっと寄せたりして、でさらなるパフォーマンスを目指してライブでも披露したりね、そう、 MV に寄せるでやっぱりそのできるとことできないとか、その歌との兼ね合いで難しかったりとか、彼らがやるからこそ映える動きだったりとかもするから、そこら辺をうまく取り入れたりとかして、そうね、これから今までやったスターフォニーとかでもそういうところ、うまいところを取り入れてくださってね、ねえ、やって、でもすごくあの評判というか、評判良かった、そうなの、 MV に寄せてくれて嬉しかったですとかいい感じに、うん、言ってくれて、うん、いや、やっぱね、うん、あのスタッフにっていうライブ感極まってます、どういう表情だったよ、ちょっとニヤニヤしちゃったもんね、あのスタッフにっていうね、
デビューはしてないんですけど、はい、そのライブで蛭間さんがね、ラビッツラインでね、すごい言ってくれんのよ、うん、俺こうしたい話したいって、なんかさ、普段さ、ちょっとね、いや、俺はもう言われただけ、言われたままにあれその動き誰そうなんですか、たまに俺の真似するやつ誰の動きしてるのか分かんないんだ脳内ヒルマンだからね、脳内ヒルマンだから、まあ俺はやるだけやるだけやるだけだけどみたいな感じなのに、渡されたものを、そうそう、だけどさ、誰よりも来たね映像、どう、俺はこうこうこう思った、みんなはどうってすごい言ってくれるし、情熱だ、愛だ、そうなの、まあ、でも回を重ねることによって自分でもできる限界とか、あのこういう意見を出したら、ね、うまくいくんだっていうのが分かってきたからこそ、今回ね、あの前回のスタッフにサードとかでは特に、あのこうしたい、みんなどうっていう意見を取りまとめて、なんか一人なんかまとめる人がいることによって、なんかその全体の雰囲気が良くなるかなと思って、いや、ちゃんとしてる、いや、ちゃんとしてんのよ、いやいやでも、そう、いやいやでもここぞとばかりに言っといて、ここぞとばかり、いや、いや、いや、今だ、今だ、いいですよ、意外とこういう話ですよ、打ち上げもね、昼間さんがそろそろ打ち上げしようぜってラビッツでって、おえ、なんか、そう来たの、え、なんかそういう絆大事にしてくれんのかい、いや、そうなのよ、するよ、なんかなんか意外だよね、ちょっとクールっぽい感じでさ、そうなの、いや、まあそんな群れなくてもいいんじゃないみたいな感じのピーポーじゃないの、そんなこと言ったことないじゃん、言ったことない、ということでお届けするのはラビッツでフォーリンラビッツワンダーランドでした、ありがとうございます、はい、アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、ここからは番組コーナーをお届けします。まずはこちら、4オピニオン、オピニオン、日本語にすると意見という意味です。このコーナーでは〇〇はありなしという討論のお題を皆さんから送ってもらい、4人がせーのでありかなしか自分の意見を答えていこうと思います。なるほどね、それでは早速お時間ももったいないんでいただいたお便りいっちゃいましょう。はい、マグロ缶インシシャモさんです、いただきます。私は納豆巻きが好きで、スーパーで売っているようなパックに入っている納豆巻きをよく食べます。そこで今回4ラジにご出演されている皆さんは、パックの蓋に醤油を入れて食べるのってあり？なし？ちなみに私は、洗い物を増やしたくないという理由でパックの蓋に醤油を入れて食べてます、うん、合理的なっていうね、はい、まあ、何か発する前にまずありかなしか叫びます。そうですね、そうですね、これからじゃあ、はい、いきますよ、はい、はい、せーの、あり！あれ揃ったんじゃない？ありの人、はい、はい、おお、まあ、よかった、まあね、よかったです、よかったよかった、ナイスナイスナイス、でもやったら終わりじゃないから、だってね、いやでも楽ですもん、こっちの、そうだよ、ね、てか一人暮らししてたらまあ基本そうだよね、そう、でも確かにね、もうちょっとクオリティオブライフ求めてる人からすると、だからもうそのまま買ってそのまま食べますよりは、もしかしたらお皿にちょっと持って、はいはい、あの小皿に醤油とか入れた方が、まあ確かにめっちゃ見栄えはいい、まあまあまあ、そうだ、でも僕結構直接かけちゃうから先に、あ、なるほどね、あ、ダイレクトアタック、はい、ダイレクトアタックして一個ずつ食べていくか、俺それなしですね、あれ、あら、ダイレクトはしないな、俺つけてやっぱ食べたい、お寿司とか特に、え、なんかさ、時々よ、時々、うん、あいつらじゃあ8個ぐらいさ、あるとするじゃないか、はい、つけ方によってさ、あの米のさ、やる気の違いが出てさ、めっちゃ醤油吸う米もいるやん、そうそうそう、ビチョビチョになる、ワンタップで米になるみたいな、もうでそれでさ、もう後半のやつらマジちょい付けしかできなくなるみたいな、ペース配分ができなくなる時あるから、意外と俺もダイレクトアタック派、あ、もう先にバランスよくつけとく派ってことね、なるほど、いや、そんな考えるんすね、もうめんどくさいから、あ、全然意見が違う、このワンクッションいらなくねみたいな、まあ確かにそうね、ジャーって言った方が早いもんね、僕はね、なんかやっぱつけて、まあ、わさびとかも含めてつけて食べた方が美味しく感じる派なんですよね、確かにわさび入れるって考えたらそうかもしれないですね、そうね、でもほら今スーパーのパック全部じゃないけど、そもそも醤油入れられるようになってるパックある、はい、あるね、ありますね、あるね、あるね、土手ができてるやつね、そうそう、はいはいはい、ってことは
なしなわけないじゃない。そういうのうどそういう作りなんだよみたいなのも圧かけてる。日本がそういう動きしてんだよ。国が言ってんだよ。そういうために生まれてきたパックがあるわけだから。確かに確かに。そうそう。なしなんだ。逆じゃないから、そういうやる人がいるからできたんだよ。逆だと思う。そっちが先だ。まあでもみんな一致してよかったですね。そうですね。もう一ついきますよ。はい。リオさんから頂戴しました。ありがとうございます。皆さんは酢豚のパイナップルや冷麺の梨、生ハムメロンなどはありですか？なしですか？私は栄養学生で実習で酢豚を作る機会があったのですが、そこにパイナップルが入っていて、最初えそのまま食べた方が美味しいのにと思っていたんですが、いざ食べてみると割と食べれるってなったんですということですね。これも避けていきましょう。はい、はい、せーの、なし。あ、割れたんじゃない？割れた気がする。ありの人。おおじゃあ3人なし、なし、まあ、まあったらもちろん問題なくいただきますよ、はい、出されたものは食べる、はい、これがフェアリーの心情だけど、うん、そう出されたものは食べる、過去一心強くて好き、そりゃそうさ、発表したね今ね、はいはい、だけど一応ここで、じゃあ自分で作るかって言われたら入れないかなっていう、あ、なるほど、そういう観点、そうだよね、いる本当に必要かって言われたら、まあ、別だからその、ま、美味しくなるよみたいな理屈があるのは知ってるんだけど、でも別になくてもいいかなっていう、でも、もう俺単純にある、あのフルーツの酸味がちょっとそのなんか昔小学校の給食にサラダにね、なんかリンゴとか入ってたけど、あれも昔から得意じゃなくて、昔からの苦手意識のまま来てるかもしれないのはある。いや、大人になっても食べたの無理だ。そうだよね、無理だ無理だ、もう口の中でもう全てのあのドレッシングをもう綺麗に取って食べる。いや違うっすね、ありはの教えてくれよ、知らないだけなんですよ、うまいうまさを。もういやこれじゃ もちろん確かに僕も、うん、いや確かに酢豚にパイナップルこれはどうなんだろうとか、はいはいはい、そのものによって思うことあるんですけど、ただ、うん、この間食べたマスカットだっけ、あれ、あ、じゃあ梨と、あれモッツァレラチーズかな、にオリーブオイルかけたやつ、なんて言うんですか、何それ、何それ、もう知らなくて、カプレーゼ、カプレーゼ、カプレーゼの梨のカプレーゼ、めちゃくちゃうまくて、梨と、いや、やわんだろうって僕思ってたんですよ、それがもうヨーグルトみたいな、だから相性なんだと思うんですよ、食材と食材の相性によってはむちゃくちゃうまいぞって言いたい、梨とチーズか、梨とチーズ、確かに、その組み合わせいけそうな気もしてきた、確かに、確かにトマトとチーズもおかしいっちゃおかしいからな、確かに確かに、うん、確かに、それよりむしろおかしいか、うん、トマトとチーズおかしいか、まあ、いやなんかトマトもやっぱ果実感があるから、でもさパスタとかでさ、トマトソースにさパスタチーズ乗ってる、料理にするとやっぱ熱加えて、あ、熱処理してるって、そうなんか混ざり合うとやっぱ一つの料理になるけど、なるほどね、あいつらはやっぱ別と別の感覚があるから、うん、まあ、確かにあの爪楊枝でぶっ刺してきた時に、うん、いやこれ別個でよくねって確かに思うけどね、確かにね、なんかカプレーゼがありかなしかみたいな違うね、カプレーゼ混ざったんです、カプレーゼが美味しいということで、組み合わせ次第っていうのは確かにちょっと説得力は確かにありますね、確かにね、え、もう終わりですって。あと10件ぐらいやると思ったんだけど。まだまだいけちゃうね。まあ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 、まあ、フィニをしようぜ。ね、まだね、ちょっと激戦は続きそうなんで、ちょっとラジオの外でやりたいと思います。はい、今回はこちらで以上です。皆さんありがとうございます。はい、このコーナーには答えてほしいありなし質問を随時送ってもらえればと思います。以上、4オピニオンでした。それではここで一曲ご紹介したいと思います。はい、ジン&アキオミで輝きの中で。いざさらばと歌う、それはよくあるはずのセレモニー、よそ行き顔した僕らは未来のすぐそばで
振り向かない背が見えなくなるまで、その両手にたくさんの幸をお互い願っていたね。あの頃話した夢の続きで、今も君らしくどうか思うまま、眩しかった僕らの未来にふさわしく生きてほしい。なんか先生たち、まあ、いわゆる今の状態になる前のさ、あの学園の状態の時にその先生たちが、あの生徒たちに向けたようなメッセージ性のあるというか、なんか曲っていうのがなんかエモーショナルでいいですね。大体まあこの曲が俯瞰で生徒たちを見てるポジションの人って本当に少ないから、基本的にね、キャラクターの数的に、まあ、貴重な、視点の楽曲だなと思って。なんか学校っぽくてすごく好きだった。あ、確かに。なるほどね。なんかよくないですか、なんか学校でなんか先生がさ、はい、って入ってしまう感じのサウンドでゆっくりなんだけど、合唱曲感、なんかすごく綺麗で、なんか後半なんか、いや俺はいいよとか言っておきながら、なんか一緒に歌ってると最後涙してるみたいな感じの曲だなっていう感じがして、これ実際にね、あのライブでも披露させてもらったことあるんですけど、はい、ちょっと夕日っぽい黄色いライト、こうなんかちょっと一点照らされてる感じで、こうしっとり歌うっていう感じだったんですけど、エモエモだったよね。エモエモだった。なんかグッとくる楽曲でしたね。やっぱこうみんなは同列でね、まあ、ナイスはどっちかというと僕ら側の方だと思うんですけど、はいはい、なんかそういうポジションの人がちゃんと会えて、でそういう人たちも楽曲を出すっていうね、まあ、バックボーンアイドルだったりするから、まあ、そういうのがある分、結構そのなんていうのスパイスとして、あのみんなが聞いてこのイケイケなアイドルじゃないちょっと別のスピンオフな感じが出てくるのがまた彼らの魅力かなと思ってました。またなんか歌ってほしいですけどね。歌ってほしい。本当にそう。本当にそう。すごい眼力。いやだって俺心くみんな揺れてる。あ、これ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 。ポシポシポ。縦揺れ縦揺れ。これか縦揺れ。これ横揺れ。よっ、ここ横揺れ禁止なんで。すみません。まあね、そんな感じでね、はい、初めましての方もいるかもしれないですけど、あ、先生たちも歌ってたんだってね。多分歴史長い方いると思うんですけど、ぜひねあるんで聞いてみてください。お願いします。アンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ、続いてはこちら、フォーナイス。こちらのコーナーは送られた早口言葉を4人が連続で成功できるのかチャレンジしていくコーナーです。いやいや、はい、もうナイス P の名前を取りまして作られたコーナーなんですけれども、いやいやいや、ということで私ナイス役鈴木が進行させていただきます。お願いします。まあ、ただ早口言葉を言うだけのはずなんですが、見てください。ついてる全員は。ついてるの。なんすか全員。低周波治療器が、まあナイスアルネブサンダーということでございまして。やほ。これ誰かが失敗した時点で全員のスイッチをオンにしなきゃいけない。はい、我々は運命共同体です。あ、間違えた、その人じゃないんだ。はい、そうなんでございます。どうですか、早口言葉、やっぱ声優ですからね、早口言葉得意ですよね。やらなくない。まあ確かにバラエティーコーナーとかやるけど、まあまあ、なんか昔ほどそういう企画とかでも見なくなりましたね。なった、早口言葉、じゃあもしかしたら久々にやる可能性も、言わないね、ダメだろうこれ、ありますよね。それではやっ、もう腕上がらなくなっちゃうじゃんよ、ね、はい。どうすんの。知りません。知りません。それじゃあやってまいりましょう。ノリなの。楽しそうだな。じゃあお題の紹介お願いしてもいいですか。はい、1つ目いきます。はい、はい、ごめんね、みんな一発目からダメだと思う。みんな、はい、HH さんから頂戴しました。ありがとうございます。マジ、
英語の早口言葉を使ってみませんか。面白いと思います。何言ってんのよ。スタッフのメモがあります。駒田さん、メジャーな英語の早口言葉あれば紹介いただきたいです。やばすぎ。あんたご自分で選んだってこと。選なの。選ぶわ。じゃあ、はい、おお。じゃあ短いやつ、はい、あ、さすが分かってるじゃん、はい、ピーターパイパーピックダピックオブピッコードペッパーズ。なんで発音良すぎて慣れてるか分かんないのよ。何だよ。まず聞き取るところ、あとまずむずいのかも分かんない。なんかピーから始まるパパパパの音がずっと続く。パパパー、ここ書いたんで、カタカナ読みしてもらっていいですか。ピーターパイパーピックドアペックオブピックルドペーパー。ゆっくり読んでもらっていい。マジ無理じゃない。はぁ、これをメモった方がいいのか。ピーター、ま、回そうか。あ、そうしますか。じゃあ書いたから、はい、読めないもん。読めないピーター、パイパー、ピッカ、ペガ、ピッコ、ペッパー。絶対できるやん。でもこれほら、できてもしょうがないじゃん。もう、あ、みんな一緒でしょ。確かにね、そうですね。おもちゃが選んだもんね。もう、もう俺諦めてんだもん今これ来た時点で。じゃあ、渡さんちょっとサクッと言ってもいいですか。よろしくお願いします。いきます。はい。ピーター、パイパー、ピッカ、ペガ、ピッコ、ペッパー。どういう感じでやるの。大丈夫今できてたの。できてた。俺に渡してるピカピカ言ってるしか聞こえなかったんですけど。できてた。そう、野生のなんじゃん。それ野生のなんじゃん。ピカピカ光ってた。ピカピカ。ピーターパイパー。パイパー。ピックだ。ピックだ。ピックだ。ノイズ。リンキングも入ってる。リンキングしてる。ピックだ。ピックだ。ペッコペックロペッパーズ。オッケー。え？頑張ってください。だって、ちょっと待って。だって。顔はさ、外国人の。おい、任せて、任せて、余裕だよ、この野郎。Please。行くよ。行きます。何鼻高いからって。ピタパイカペカロボリカロリビクルブレイバー。はい、アウトー。やだやだ。え、これ、あげ、あ、痛い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 。痛い手心を加えて8にしたからこれは悪かったなと思って。8ぐらいからやばいね。やばかった、うん、いって縦寄りしちゃったもん。でも一番強くて一番若いからもう多分もういけるとこまで振り切っても大丈夫だと思います。ね、そんなないのよ。そんなにないのよ。いやこれはダメでしょ。もうこれは他の方が、うん、他のなんか見た感じ全部しんどいと思う。また楽なんだ。あ、そうなの。読めないのよそもそも。なるほどね。やりますか。一応あーこれを他にえあと2回やるってマジで。いやいやもう関節飛んじゃうって。えピーターパイパーピックダピックダペコピックレットペーパーズ。大丈夫。せめてカタカナがこれ英語のまま読むのよ。いやさすがに英語のまま読めないよ。俺読んだのよ。ピーターパイパーピックダペコピックレットペーパーズ。めっちゃ俺は P しか見てなかった。よっしゃ、 P の数しか見てなかった。ペーター。はい、失敗でーす。あー痛い痛い痛い。なんか揉み方変えてくんだけど、途中で変えてくる。なんかリズム変わった。面白い。こいつ市販なのやばくない？これ市販なんすか？こいつ市販なのやばいって。こんなのが入ってんだ。え？あ、すごいオムロンさんね、いい企業さんです。そういうことですね。もう良くない？いやちょっと聞きたいですよ俺。ピーターペピーターペッパーピックドあピックだペピーターじゃないペッパーだ。ペーターペーター。ペーターペッパーピックだペックオブピッケドペッパーズね。おできたできた完璧だ。えすごい。いちご一句だ。じゃあ行きますね。はい。行きます。ピーターペッパーピックだピックオブペッパーズ。もうやってんじゃん。やってんじゃん。やってんじゃん。だって今。痛い痛い。おいまあまあ言えてたから。まあまあ言えてたから。
だって今いや途中でフライングでやったら面白いかなと思ってだってもう3個目ぐらいでダメだったもんねダメだったもんね連帯責任無理だよ面白い面白かったはいお疲れ様でした今回はここまで終わりです日本語も言わせてくれずにということで挑戦してほしい早口言葉ぜひ投稿してください以上フォーナイスでした、はい、ではここでもう一曲お聴きいただきたいんですが今度は小坂さん、はい、曲お願いしてもよろしいですか、はい、じゃあセンスなが私が、はいラビッツとダブルフェイスでポケットに宇宙出した君と通り雨を待って小さな永遠みたいな日曜の宇宙ポケットの中にたくさんしまい込んだそうさ今でも目を閉じればいつだって曲で癒されてみんな低周波で癒されてああビリビリしてやがるこれ肩にやるとあの声帯でやってもらうやつだわかるわかるわかるあのちょっと15分ぐらいね俺このさあのなんか首のさあのあー言って曲聞いてあなたたち曲を聴きなさいちょっと本当にさすごいみんなに聞いてほしくてあのこれ2でちょうどいいです俺今でもあ大丈夫あすごいここから俺の体が言うこと聞かなくなるあなんだあフェリーあのポケットに宇宙に行くの酸素お願いしますやっぱりね、はい、やっぱりちょっとそこそこ前にリリースされましたので、ね、皆さんやっぱり新鮮な気持ちになった方もいると思いますやっぱりしっかりしてあのダブルフェイスさんと一緒に歌わせていただくことによっていつものラビットはちょっと違うまた曲調でお互いの良さを生かした楽曲になったと思いますねこの楽曲さ本当はね裏声使うところがあったのに ねなんかそうそう昼間さんが先にレコーディングしててさ昼間さんがなんか別に裏声でやってないからじゃあここ裏声じゃなくやりましょうかって言って思い出の曲であります確かにそうだったそう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 はい皆さんぜひあの各種音楽配信サービスで配信されておりますのでぜひ、改めてしっとり聞きたい方多いと思うんでうるさくない環境でしっとり聞いてほしいと思いますMV も最高だよアンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジさあお送りしてきましたアンサンブルスターズ4ピースラジオ4ラジ第5回目があっという間にエンディングのお時間ですではエンディングで改めてお知らせさせていただきます、はいオーディション番組の最終回4ピースですが11月9日土曜日の正午にリアルイベントとアンスタチャンネルの無料生配信で開催されます、リアルの会場は池袋晴れ舞台ですその後18時20分からは池袋サンシャインシティ噴水広場にてステージも予定していますファイナルセレモニーをお見逃しなくあ次行くのかないいよ、はい、さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしています投稿は番組概要欄に記載してあるリンク先から送ることができます今回紹介した各コーナーや出演者へのメッセージ質問などお待ちしていますSNS で番組のことを投稿する際はぜひハッシュタグ4ラジオをつけてくださいラジオを聞いての感想をお待ちしています
ということで、すごいね、みんなちゃんと言えてるね。第5回目の、はい、感想、もうエンディングまでちょっとみんなこの刺激にハマっちゃって、誰もこれ機材話しな話さないんですけど、そうそう、これはすごいよ。ヨタはどこにつけてるの？え、筆やってる。筆につけてる。長時間やったら良くないけどね、もうこういうの。そうね。ちゃんと15分目安らしいです。書いてる書いてる。あと12分とか書いてる。なるほど、ね。まあでもなんか改めてですけど、はい、はい、イベントもね、多分ね、まあきっと僕らよりも皆さんの方がめちゃめちゃやり込んでいる、うん、と思いますし、はい、そうですね。大きいですね。あのナイス、ね、テーブルが揺れてね。テーブルが揺れて。新キャラも含め、既存のあのキャラクターたちも含め、存分に味わっていただいて、さっきあのちょうどフェアリーが言ってくれたように、今までこうなかった組み合わせとかっていうのは当然まだあるということで、いろんな視点も生まれる今回のイベントを思いっきり楽しんでもらえればと思いますし、ありがとう、みんな楽しかったですわ。楽しかったね。楽しかった。ナイス、みんなナイス。手しびれすぎて相手手弾けなかった何をおっしゃいますかな。いい音。それではそろそろお時間です、はい、お相手はくぬぎあきよみ役の駒田わたると、真城智也役蛭間俊也と、篠乃はじめ役高坂智也と、ナイスアルネブサンダー鈴木亮太でした。せーの、フォーピー